戸佐市で見つかった鳥インフルエンザに感染の疑いがある野鳥の死骸について、遺伝子検査の結果、抗病原性鳥インフルエンザに感染していたことが分かりました。今月20日、戸佐市でメスのヒドリガモ1羽の死骸が見つかり、県の簡易検査で陽性反応が確認されていました。その後、国立環境研究所が遺伝子検査を行った結果、 抗病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました県内で今シーズン鳥インフルエンザに感染した事例は先月に続き2例目です県はこれまでに死骸があった場所付近で他の野鳥に感染の疑いがないか調査しましたが今のところ異常はなく引き続き監視を強化することにしています